はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあレジェンド暗装置アカデミアが始まりましたが、皆さん、このイベント楽しんでいらっしゃいますでしょうか。まあこれから始めるよっていう人もいるし、もうやっちまったよっていう人もいると思うんですけども、今回はこのイベントのおすすめデッキをね、いくつかピックアップしてきたのでご紹介していこうかなというふうに思っております。はい、ツイッターなどでたくさん意見をいただいた皆様ありがとうございました。今回はちょっと今パーッと自分でもこのイベントやってみて、やっぱりねいろんなデッキがいて結構楽しいんですよこのイベント。てかね、レジェンドアンソロジールール結構、まあ、アカデミーっていうルールなんでちょっとまた前のイベントとはちょっと違うんですけど、制限カードとかがね、やっぱね自分の好きなデッキはなんかみんな回してる感があって結構いいなと、思っていろんなデッキ立たれるんでね、なんかちょっと普段のランクマとは違った体験ができて楽しいなと思っているんですが、ちょっと早速ね、おすすめのデッキを、まあ、今回10個ほどご紹介していこうと思ってます。まあ、基本的にはね好きなデッキ使えばいいと思うんですけど、はい、一つ目は、レイドラプターズカリウガデッキです。はい、今のところ私これでイベントを周回してるんですが、先行を取って負けたことがありません。先行勝率 100% です。まあ、高校はなんなら秒速でサレンダーしてるんで遊戯王が成立しないっていう説はありますけど、何が強いかっていうと、ね、カリウガが相手に出るんですよ。レイドラプターズギミック使うとね、DDD 創業カリウガっていうモンスターが、エクシー召喚に成功したターンに、なんかフィールドのカードの効果発動できないし、無効化されるっていうのがガチでやばい効果ありまして、で、これでなんか、何の効果も使えないっていう、状態になるんですけども、これを相手ランで出していくことが、可能となっておりまして、レッドラプターズのギミックがね、フォースストリックスが制限カードになってるんですよね。なので、手札から特殊召喚できる鳥みたいなモンスター、シムヌグとか DD、クロクロクロみたいなモンスターいっぱい入れて、あとこのシェードブリガンダウンとかいっぱい入れて、特殊召喚ポンポンポンってして、ワイズストリックスプラス、鳥っていう、レベル4の鳥みたいな盤面を作ることができれば、フォースプラスワイズが確定するんで、そうするとこいつ1枚でも、ガガガガガマジシャンとかを使ってね、素材が、アーセナルファルコン0の、これ出せるんで、こいつと、まあ、これで、カリウガ出していくという感じのギミックになっているんですけれども、やっぱね、なんでこれ禁止しなかったのかなっていう。こういうイベントはね、カリウガっていうモンスターとか、あとロンゴミアントとか、ああいうモンスターはね、禁止しちゃできないんですよ。ああいうカードを禁止にしないと、悪用する人が出るから。カリウガと、ロンゴミア、どんなイベントでも禁止にした方が俺はいいと思ってる。うん、その中の一つ、カリウガ。うん、これを出していったら、まあ、今のところですけど、先行では勝率が 100% です。はい。回し方、わかんない方は、なんか、ご相談ください。はい。二つ目は、表裏サイバーですね。表のサイバーと裏のサイバーを合体させた、デッキなんですけども、このデッキの、まあ、やっぱり強みというか、まあ、強いところは、サイバーダークエンドドラゴンが爆誕するというところですね。これ何の効果も、相手が発動した効果を、一切受けない、モンスターでございまして、このモンスターを、まあ、先行で立てることができる。プラス、まあ、ちょっと蘇生札がいるんですけど、蘇生札が引けていればですね、その横に、サイバーダークネスドラゴンも出て、まあ、結構硬い盤面ができるっていうところですね。はい、でしかも高校取っちゃっても一応キメラテックランページとかがいるんで、割とワンキルがしやすいんですよね。オーバーロードフュージョンとかぶち込んでいけばね。なので、ツイガープラスランページみたいな動きとか、あと先行では、まあ、サイバーダークエンドみたいな、先ほどモンスターもいるので、まあ、この辺のモンスターで戦っていくという感じのデッキとなっております。はい。まあ、ちょっとアクセスコールとかが生きてるんで、アクセスで打点抜かれるっていうパターンがあると思うんですけど、はい。まあ、それ以外は、やっぱこのモンスター、この環境で突破する手段結構難しいですからね。ブラックホールとかサンダーボルトみたいな、ああいう流行ってるような魔法カードでも突破できませんから、このモンスターは。まあ、なんか、リリースするなんかラバゴとかサタンクロースクじゃないですかね、多分そういうガード以外だったら多分大体突破できないかなと思います。3つ目はまやかしですね。これね、手札誘発が飛んでくる環境だと気持ちよく回せるんですよね。まあ言うてね、無限紅葉とかエフェクトベーラーみたいな効果を無効にするよみたいなカードがすごい飛んでくるんですけど、飛んでくるとしても、こういうカードぐらいだったらね、あんま止まんないんですよね、まやかしって。なんか墓地から出てくるような効果なんで、なんか、一回シンクロ召喚してしまえば、もうなんかあんまり効果もそんな関係ないみたいな話があって、で、この辺にも強いし、あと結構強めのね、トラップカードとかもガンガン詰めるし、まあちょっと、まやかしの、史上最強のトラップカードである、この、まやかし知らぬ言い語りっていうカードは、いや、ちゃんと禁止になってました。
一応この超対話拒否カードは消し合ってたんですけども、あの手札やつが飛んでない環境だとかなり楽しく回せると思います。しかも結構強いですしね。リンクさんが追加されて、フリーチェーンで墓地からモンスター特殊召喚できるようになったので、かなり強いと思います。はい、しかも墓地からの特殊召喚なんで意外とメタリづらいっていうのもありますしね。はい、というわけで割とおすすめのデッキとなっております。まやかし好きな方はぜひ組んでみてください。ちなみにちょっと手は疲れます。操作量が多いから。4つ目は魔界劇団ですね。ほとんど着せかかってないんで、まあ、気持ちよく回せるんですけども、あと新規モンスターも使えますからね。今回はちょっと先行用に、まず高校でも強いと思いますけど、魔界劇団って魔王の降臨があるんでバンバン、ま、相手のカード割っていけるんで強いと思うんですけど、今回は、先行でヤブヘビを割らせるっていうなんかクソムーブを、させたくて、まあ、こんな感じの構築にしてみました。結構ね強いなと、思ってる、まくりカードは超融合なんで、結構超融合とかは割とね入れられるデッキ結構エクストラ割と余るんで、魔界劇団って魔界劇団縛りがつくから魔界劇団以外出せないみたいな縛りがついちゃうことが あって、だから一発相手の妨害を先行での妨害を超融合で、ま、引っこ抜いてから、展開していくとかもできますし、まあ、今回一応先行用で組んでるんでヤブヘビをセットして、ヤブヘビをシアターの効果で割らせて、これでセットいけるんですけど、スーパープロデューサーの効果でシアター貼って、でシアターの効果ではモンスターの効果書き換えてセットカード割らせるにして、ヤブヘビを割らせてなんかクリスタルクリアウィングとか、あとファイナルじゃあアルティメットファルコンとか、出していったり、まあ、そんな感じの、動きをしていこうかなと思ってますね。まあ、ちょっと制圧力が強いナチュラルエクストリオみたいなモンスターはちょっと禁止になってたので、まあ、これのヤブヘビで出てくるモンスターは 何でもいいんですけど、強そうなモンスターであれば、はい、これにちょっと工夫していただければ、まあ、割と楽しいデッキになってるんじゃないかなと、はい、思います。5つ目はヒーローですね。ヒーローも一応デストロイフェニックスガイとダークローが、禁止カードになってたので、まあ、なんかいつも通りの展開はできないんですけど、まあ、なんか相手バックに例えばアダスターゴールドとか、アダスターって最強のワリシャスベインっていうモンスターを出せるんですけど、まあ、この辺のモンスターとか、あと、フュージョンデスティニーで出されるモンスターでは、デストロフェニックスガイが来る前まではね、これを使ってたんです、みんな。ディストピアガイっていう。このモンスター一応出せるんですけど、これとかを入れといて、融合していく感じに、なりますね。ディナイアルガイがね、確かね、禁止になってたんですよね。ほら、ないんですよ。ディナイアルガイ禁止だったので、まあ、一応、ダイナマイトガイと、ディアボリックを入れてますけど。先行だったらブルーディーが強いですかね。はい。まあ、ちょっと魔法カードがめっちゃ流行ってるんで、ブラックホールとかサンダーボルトみたいな、あと心ガールみたいなのカードも使えるんで、ああいうカードに耐性ないんで、まあちょっとあんまり過信は禁物かなとは思うんですけど、一応先行だとブルーディー、まあ、基本は先行って書いてあるんで、一応高校取ってもヒーローを回せるんでね、なんなら高校の方が強いんでヒーローをね、なので、まあ、ヒーロートレニティとか、あとウェイクアップ要はエレメンタルヒーローとかもこれ使いますし、サンライザーとかね、この辺のなんか打点が高いモンスターを並べて、マルシャスベイン並べてなんかぶん殴っていけば、まあ高校のワンキル率は結構高いかなと思ってます。はい、6つ目はブラックマジシャンデッキですね。はい、アンソロジーイベントだと結構やっぱいつも強いんですよこのデッキで、しかも手札誘発があんまり飛んでこないっていうことで、割と先行展開が安定するんでね、まあ大体ねこのジンタマブラック竜騎士ブラックマジシャンっていう、ムーブこれ、これ決めたらね、まあ、大体相手詰みますから、なんで、まあ、このギミックを決めていこうというデッキになってます。で、多分ねブラックマジシャンデッキの勝率が高かったのか強すぎたのかちょっと分かんないんですけども、アカデミアのルールだ と、ブラックマジシャンちょっと規制が入ってまして、マジシャンズロットとか、イリュージョンオブカオスとかジンとかこの辺が全部ね純正ゲカブになってました。はい、多分ねブラックマジシャンねめっちゃ強かったんですよ、前のレジェンドアンソロジー。俺も確かブラックマジシャン使ってて、前のレジェンドアンソロジーだとほとんど負けた記憶ないんだよな、先行取った場合はね。なんでまあそういうまあのも加味してか、アカデミアではちょっと世間カードが多くなってました。まあ一応ちょっと安定感が若干落ちるんですけども、まあイカセロットがになったところで結局ロットはいるからさ、まあサーチはできるんで、しかもなんかねイリュージョンオブカオスも月始の準備とかでサーチできますんで、まあなんだかんだねサーチカードが多いから結局まあちょっと安定感もしたけど、まあ盤面はあんま変わんないんですよね。はい、というわけでこんな感じの構築にしてみました。一応超融合でなんか相手のモンスター吸えるようにしてるんですけど、この辺はちょっとお好みでって感じですかね。7個目かな、これ7個目、ブルーアイズデッキ、このデッキのいいところは、一言かっこいいですかっこいい、なんかこういうレジェンドアンソロジールールみたいなやつでしか多分活躍できないんですよね。
今ブルーアイズデッキャーが使ってるあの B セットでもろとも除外されてなんかやばいことなんでしょう多分ね、こういうレジェンドアストロジールールだからこそ輝ける、デッキだと僕は思っています。はい、でまあギミックはもうあんま変わりません普通の一般的なあのブルーアイズデッキです。まあ、 あのいいところはそのエフェクトメーラーサーチできるぐらいですか、あの青木の剣士で、まあ、いつもの通りね普通に回していっていただければ、まあ、あと一応あのサンダーボルトとかサンダーボルトとかブラックホールとかに強いあの復活の復員が一応採用できるっていうのがまあそこそこいいところかな。まあ、先行ではまあ大した妨害あんないけど、スピリットドラゴンとかね、こういうモンスター立てていったり、まあ、次のターンの準備をするって感じですかね。あとあのねブルーアイズジェットドラゴンはめっちゃ強いと思います。はい、破壊されたら無限に蘇ってくるしバウンス効果も強いしね。なんで、まあ、あのジェットドラゴンでループしたいってことでジェットドラゴンが今回2枚入ってますね。はい、まあ、そんな感じです。8個目はですね空型なんですけど、これ多分ね回してないんですけどこれ結構強いと思います。これなんでかっていうとあのアカデミアじゃなくてレジェンドアンソロジーの、 あの一般の方のあのルールの結構調整を、まあ、今度ちょっと大会やるんでね、レジェンドアンソロジー あの大会やるんでそれで調整してたんですけども、その時のね、あのね、空型めっちゃ強かったんですよ。先行、結構そのドラが来たから、ドラで展開割と安定するようになって、割とビートとかにもね、まあ、このレックスからアクセスしやすいっていうのもあって、ね、結構な確率で、その、フォルゴプラス、なんか、ドンパが盤面にいて、で、あの、墓地に、なんだ、レックスが落ちてるみたいな。あとなんかラファールかなんかウィズがいるみたいな盤面には結構なるんですよ先行でね。だからでしかもなんかあのフォルゴの効果でね相手破壊するとなんか3枚ドローみたいなあの効果もバンバン発動できるんでアドバンテージも結構すごいですし、これはね結構強いと思ってる注目デッキの一つだな。あんまり使ってる人見ないけどただ強いと思います。なんでかっていうとレジェンドランスの G ルールで強かったから。はい、9個目、ここからは高校デッキですね。今までの前の8個が先行用デッキ、一応ね先行用として組んでたんですけど、ここからは高校用デッキですね。軍艦、いいところ安い安いですよ。まあ一応誘発一応積んでるんである程度、まあそこが UR ではあるんですけども、まあそれ以外は安いです。 SR が主なんでね、まあ一応高校ばっかりしていく構築にしてるんで、まあブラックホールとかサンダーボルトとか心変わりとか、こういうカードは入ってるんですけど、基本的にはあの寿司ギミックってまあ安いんですよね、あのメインギミックから。はい、もう SR 以下しかないですから、 UR ないんですよメインギミックにね。はい、なんでとても組みやすいと思います。はい、でまあ結構展開力がレベル4のモンスターパンパンパンって前に出していける展開力がすごいですし、あとのこのシャリの軍アカシアの軍艦っていうねあの史上最強のモンスターがいますので、割とランク4が立てやすい。まあ、先行取ってあのライオホープを立てるみたいな、あのライオホープがね確かね使えるんですよ。だからそういう構築でもいいと思います。ランク4しやすいからね。はい、こういうの出してもいいとは思うんですけど、今回は、高校ワンキルをしていくという構築にしてみました。はい、一応エクストラになんかトルネードラゴンとかデッドリーシンとか、なんかドレッドノイドとか、なんかこういうモンスター入れてみてますけど、まあ、この辺はちょっとお好みで変えていただければいいかなというふうに思ってます。はい、最後ファーニマルデッキですね。ファーニマルはねやっぱね強いよね、こういうイベントだとね。強いと思います。基本的には先行やることがあんまなくて、デストーイファーニマルデッキって、なんで高校取っていくことになるんですけども、手数がやばいんですよ、とにかく融合の。まあちょっとパッチワークが1枚しかあの積めないっていう状況なので、まあ、ちょっとねあの若干あの安定感というか、いつもの通りの動きはしづらくはなってると思うんですけど、結局あのHMチェーンとかをね、あの融合ソアにしていければまたこれサーチできるん でしかもどうせ一旦に1枚しか発動できないんでね、これはね。なのでまあ1枚もあればまあ十分かなといったところですかね。はい、で一応高校取る構築になってるんです。あの誘発はある程度はあの入れられていけないかなと思ってるんですけども、ここは全部パカードとかにしちゃってもいいとは思う。なんかあのブラックホールとかサンダーボルトみたいな、あ超融合も結構強いと思います。そしてはい、まあ、ちなみにあのレジェンドアンソロジールールだとなんか超融合ガルーラがめっちゃ強いって聞きましたけどねこのカード最強みたいな、
あのなんか海外新規誰やお前みたいな話なんですけど、種族属性でカード名が異なるモンスターにっていう、まあレジェンダーソーチだったら結構並ぶかなという、まあ、こういう融合召喚条件になってるんで、超融合でガルーラ出すっていう、まあ、最強の動きがね、あのここマクロとしてしていけるっていうのがいいところかな。まあ、一応バック除去としては、まあ、あのツインツイスターとか入ってるのと、まあ、展開止めるようにエフェクトベイラーとか無限法が入ってるんだけど、基本的にはこのエッジブサイズで融合していきたいですね。先行相手の先行展開中に、でデストイクルエルホエール出して、クレルホエールで相手のカードをなんかぶっ破してなんかその妨害していきたいみたいな感じのデッキとなっております。はい、まあ、なかなか強力なデッキですねこれもね。はい、はい、というわけでいかがでしたでしょうか。ぜひね、皆さんもこのデッキ面白いですみたいなのがあったらコメント欄で教えてください。ぜひで、今週末はですね、レッドリーグ第2回レジェンドアンソロジー基本ルールの大会が行われますのでね、そちらにぜひ暇な人はご参加いただければなというふうに思っております。たくさんのエントリーをお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。